ですこんばん、<laughs> あ本当ですか？おいたのことじゃねえな <laughs>。おかえりポーズこんばんは。どこの推し？ポーズってどれがどの範囲が押し、えー？ただいまおいたおかえりちびたん。今日は今日はすいませんでした本当にごめんなさいって今日はですね、えー、ねえまあ、昨日から言ってましたが今日は撮影会があったんですよ予定予定ではでも。 まあ朝判断しまして、まあやっぱちょっと結構な雨が、雨と風とかで、ちょっとまあ安全面も考慮しね、あのー、皆さんの行き帰りもあるし、そう、あのー、ちょっと今,今日の撮影会は中止になりました。は <laughs> 墓場置いたら、撮影会違う時にでやろうね。お キッチンダイブさんだ <laughs> <laughs> こんばんはーありがとうございまーす皆さんこちら、えー、亀戸にある、えー、お弁当屋さんキッチンダイブさんですなんかすごいだるま投げてくださってあり,ありがとうございますあ,、はいうん、<laughs> ありがとうございますじゃあダイブさんはいうんちありがとうございます皆さんぜひあの24時間営業ですので えー、キッチンダイブさんにに遊びに行きましょうあのー、どんなお弁当があるかなって気になった方はキッチンダイブさんの YouTube をご覧いただくと分かりますのでみんな見てみましょうありがとうございますあこっちだだるまだるまいっぱいありがとうございます、えー、そしてなんかハートも投げてありがとうございます葵いんが撮影会中止になったからなんかあれかしら <laughs> <laughs> ありがとうございます。ラブユーチュー。ありがとうございます、えー。ぜひみんな行きましょう。みんなレッツ。レッツフォロー。えー、こんばんは、イムくん、こんばんは。おかえり、えー。オムライス、ありがとう。バリスおじいちゃん、おかえりなさい。えー、バーバス、ありがとう。マツルくん、こんばんは。ありがとう、えー。オムライス、ありがとう。ハクサマ、こんばんは。 ええー、あおいたんも尊いよあ <laughs> ありがとうねあおいたん仏だるまことパーありがとうございますだいぶさんいや謝ることじゃないってあおいたんが悪いわけではないからそうそうなの天気が悪いの いやそんなこともないんですけどねまああの判断は置いたんですのでね <laughs> すいませんほんとに手拍を受け取ってありがとうございます、えー、次は縁起のいいダイブさんで撮影会したい,すい,いぞ言っとこう言っとこう言っとこうダイブさんで撮影会します <laughs> ダイブさんで撮影会って何するお弁当を持つお弁当を作るえー、っとてか老いたんそのキッチンダイブさんの オムライスが食べたいんですけど、オムライスにちょっと遭遇できてないんですよ。やばかわい,い。ありがとう。ブルーライトさん、こんばんは。オフ会はしないの？オフ会はこのコロナの緊急事態宣言が明けて、まあ,あの落ち着いたらやりたいなと思ってるんですけど、そうあのー、一応ね。そう。去年、去年あのー、やったんですよ。イルミネーションオフ会を。 みんなでイルミネーション見るとオフ会をしたんですけど、そうちょっとさすがにね。飲食はちょっと控えたいっていう方もいらっしゃるし、まおいたんもね。ちょっとあのー、怖いなーっていうのもあって、まだまだやってないんですけど、そう。まあ4月以降ですね。ちょっとどっかでやりたいなーと思ってます。え、ね、ーね。そうだ、あのー、えなんですよう？皆さん本来オフ会はあの何、ー、みんなで食べたり。 することが多くておいたんでそうキッチンダイブさんにはね、あのー、何クリスマスの時にオードブル作ってもらったりとかそしたでござる。えー、とちなみにアイコンショールームのサムネの写真もいいかもね頭がお花畑あ,ーあれかー 確かになーなんかね、そう悩むのよね。なんか、ツイッターのアイコンってさ、何がいいと思うみんな。えっ、ー、と、こんばんは、おいたん。こんばんは、おけちゃん。おかえりなさーい。えぇ、ー、読んだなぁ。これ読んだ。くらえばかわいい。おかえりー学校生。あれなのね、解散したのね。なーそう。だからか、お疲れ様です。えー、ツイッター見てさ、学校先生の。 まあ、ついめいと結構な方がどこぞのライブ行ってたっぽいですがあれマズルくんもいたんじゃないのあれ違うんの決めてない好きですありがとうご主人様こんばんはーえーと、うんえーとどう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 お帰りおいたゆっぴーさんこんばんはただいまー えーとお弁当を作るオフ会いやおにぎり握りたいねおにぎりおにぎりであの葵ちゃんがあとなんかメニューを開発するお弁当の <laughs> ええやばかわいあお葵ちゃん尊いになってる <laughs> ありがとうポズありがとう ね、そまあ、残念ながらね撮影会そう今日の分はちょっとあれなんですけどまあ、もしかしたら桜がねきれいな頃に急に撮影会をやったりするかもしれませんのであのー、参加できる方はその時にお願いします。 えー、ダイブさん、撮影が確実に営業妨害な気が。あー、まあね、あのー、そうなのみんなお弁当を買いに来てますからね、そう。あのー、撮影会にしちゃうとあれなんで、そう。いちゃんがさ、手伝うならいいんだけどさ。ねえー、落ち着いたらぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターのアイコン、鬼滅の刃のコスプレはどうあ、かなおですかいや、なんか、あのー、 いやそれもいいな目立っていいなって思ったんですけどなんかあの,ー、何あの舞台とかあとなんか他のいろいろお仕事とかねあのー、なんかメッセージくれる方とかがなんかいや ちょっとなんかそれだとちょっとキャラが固定されすぎていろんな役のオファーできないみたいな話をちょっと聞いてまあ確かになぁと思ってそう悩んでますえー、刃のアイコン、まあ、あのー、そう今月中にそうあのー、今月中にツイッターのフォロワーが5000人になったらアイコンを刃にしますよオイタンは やえば分かんないやえばのアップか葵ちんが描いたやえばのイラストか分かんないけどそうもう5000人突破したらあとあと1000何人あとねだから3000人まであと170人ぐらいなんですよ葵ちん170人ぐらいでフォロワー3000人になるんですよそうだからそうあの頑張りますお願いしますうんーとだからな うんうんあおいさん、こんばんは、こんばんは、おかえり、はるぱるさん、おかえり。えーと、見られんように気をつけてるのになぜかアイドルさんたちにのぞかれてるわいのツイート、いや、なんかわかんないけど、なんか見れたよ、ね普通に見たよ。10分遅れました、こんばんは、ありがとう、千田さん、こんばんは。えー、やえばかわいい、ありがとう、そしたん、こんばんは。えー、誰も得をしない。 <laughs> いやそ刃のアイコンで誰が喜ぶか全然分からん <laughs> 誰か釣られてくれんのかねそのやって、えー、アイコン大人の人生まあでも、まあ、のせっかくダイブさんが「あのー、鬼滅のやつにしたら」って言ってくれたからまあそうですね「鬼滅のい一定期間のかなおにしてもいいですよね <laughs> えが どかなでででででで、えー、5000人そう5000人になったら刃早くない間に合ってよかったお帰りーわごーこんばんは一早いの今日はね23時にねユーチュー b だからユ、えーチュー b えっと5000人になって刃にさ3000人に戻るえー、やだーそんなの悲しい確かにそうかもしれないね悲しい日本歯科医師連盟に相談だなあーねどうなんですかねなんか刃って なんか別に刃ってそんな貴重なもんでもないと思うけどなんか刃がある女の子が好きっていう人って結構いるんですよ。いるの今まで今までそう俺は刃ある子が好きなんだとか刃あることばっかりチェキ取ってるんだとかそういういらっしゃるのよだからなんかなんだろうもうちょっと価値を持たせたいですね <laughs>。え 自分の刃の写真にするは嬉しいもん。じゃあそうしよう。そうしよう。じゃあ歯の刃の中まで。今日は運が悪いです。大丈夫運が悪いのえー、YouTube か。OK!OK!、OK OK、o u t u b e 23時。料理してたら配信予告来てもはや料理投げていや <laughs> 料理、ご飯ご飯これから夜ご飯ええー、恋柱バージョンもぜひ。え <laughs> うちあのー、うちでもあの他にもコスプレあるんですけどまだしてないの結構あるんですよ鬼滅の刃で女の子でねでもみつりちゃんだけは持ってない持ってないコスを<笑><笑>えっとかわいいじゃん刃え刃ね好きじゃないの自分ではね刃好きな人が一定数いるのはわかりそうそう,そう刃じゃんいいねーってね大体大体1か月に1回ぐらい1か月 あのずっとライブしてたとしたらでも絶対に一現場どっかいるからそう刃好きな方がそうで何だっけあそ,うそう違う違う何だっけあの違うんですよその撮影会であの先週のねホワイトデーの時のに実施できた時はお渡ししたんですけど、まあの今日ねお会いできなかった方はまあ、次回ねあの なんかやった時にお渡ししようかなと思ってるんですが、まあアオイタンその撮影会の時とかに、まあ、何かしらなんか素品というか、なんかあのー、お礼のお品をご用意してまして、で今回はあのー、まあホワイトネーもね、あのー、ちょっとあったので、えっ、ー、とーアオイタンからはまあメッセージ、手紙とちっちゃい手紙とあとチョコレートですね。そうあのー。 チョコレートを、えー、とーお渡ししました。で、あのー、何ホワイトチョコです、しかも。なんか、弾ける、弾ける、なんかパチパチするチョコらしいんで、あのー、パチパチするチョコを食べてねって感じです。で、母上からもあって、今回、そう。 でなんか母上が作ってくれたのはこれなんですけどこれがですね多分人によってデザインが中身違うんですけど2種類あってデザインこれこれなんかペットボトルの上にあのー、こうやってつけてほらこういうこういう、あのー、ペットボトルキャップみたいなやつなんですけど、えー、1個がこれ1個がこれこれはあの弥生炭弥生炭でもう1個が えーとこっちです。えー、きのこの妖精。そう。あのー、2個、2個あって、多分なんか、どっちかには、どうぞど,どっちかが入ってますね、もらった人は。そう。なんでまあ、今日私渡できなかった方は、方は次回参加できたときにお渡したいなと思ってます思ってますそう。なんかあのー、 意外となんかあの,この水飲むのになんか一応まあせっかくだからつけるかと思った意外と使いやすいからちょっとまあよければ使ってください。ええー、と、うん、うん、やえばでしょ、えー、モテモテじゃないですか。やえばだから自分のご飯の分だけだから後でいいや。ああ、ご飯食べ。ご飯 財布、えー、落とした大丈夫ね僕は前歯かわいい子が好きです前歯かーええー、青いんは割とどうかなー前歯普通かなー一現場思ったより少ないなー本ほんとにわかんない1ヶ月に1回は絶対なんかやえばやえばやえばコンプリートみたいな方がいらっしゃる えー、ライブハウスの閉店に立ち会ってきたわ今まで散々見てきて初めてチェキ取ったグループさんめっちゃ素敵だったうおーいやーライブハウスねーいろんなとこ閉店してるよねー難しいよなーオムライスありがとうエジムさんこんばんはあ集合写真でエジムさん探すの忘れたわちょっと後で探そうえーチョコレートいいなーパチパチする NG でなんでよーなんで NG あまだ開けてない開けてよ開けてー

えってなんかむしろ全然そうなんか誰も載せないからプレゼントに関して多分そうなんかネタバレしないようにとか気を使っている方もいらっしゃるんだけどそうあの全然もう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 今日私できなかったらもうしょうがないし <laughs> もうしょうがないあれキャップどっちでもない気がえ嘘つけえ ?2 種類のはずいだあじあれママたんの開けてなかったピースやったこっちカピース 2> 2 2種類しかないって母上が「まつるくんは幻」えー「えこれつけて会社のデスクに置いておいてなんて言えばいいんだいいじゃんいいじゃんええー、これ誰?」ってこれ置いたんだよっつって「知らないの?」っつって「世代に遅れてるよ」って「世代世間に乗り遅れてるよ」っつって言ってあげなええと 1一一枚だけなのまつるくんシークレットいや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 そんな極みレアみたいな作ってないよで、ね、<laughs> 作ってないも <laughs> うあの2種類ですのでそう2種類ですそうねあのまあ良ければそう、使ってくださいただちょっとそうなんですよ個数がちょっと余ってるので まあ、なんか、また次回の撮影会の時とか、何んかの時に、まあ、なんか、あげるか、なんか、あるか。なんか、うん、なんかするかも。そう、もう、お楽しみ袋とか作って入れるかもしれない <laughs>。<laughs> スペシャルボトル、キャップ、まんま、た、え、そう、そう、そう、まんま、た。さくままた。やべえ、また、母親に怒られた。<laughs> <laughs> 怒ってないって言ってるよね <laughs> 幻い怖いキャップと言われたけど一瞬 iPhone の充電の元の部分かと思ったあーあーなるほどねなるほどね無理だよ <laughs> なんか言われたら「えっ葵だけど知らん?」って聞き返してそうそうなんかそうこれ見て「え何それ?」って言われたら「葵だよ」ってってそう「ああこれはこれ君竜久に乗り遅れてるね」っつって。 <laughs> そう言ってあげようええー、お楽しみ袋楽しみしてるわいやおたなでも葵ちゃん違うお楽しみ袋したいなと思ってるんですよそうちょっと暗い暗いチェキとかちょっといっぱいあってそうえっ、ー、といい人ああね落とし物ね日本優しいそうまあなんでそんな感じです、まあ、あよければね撮影会またうんとりあえずでもまあなんかその春夏秋冬 一応、季節ごとに1回はやってるんですよ、今のところ。なので、まああのー、開催する時ね、まあ、参加したことある人も参加したことない人もぜひ、あのー、参加していただければ、もちろんね、撮影会ってのは売ってるけど、なんか写真撮る人ばっかりではないし、そう喋ってばっかりだもあるしそう、お気軽に皆さん、あのー、ご参加ください。 うーんと、気がつかず捨ててしまうのが怖いから忘れた頃使うことにします。ああ怖い、捨てないでえー、次回の撮影会お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。その前に4月撮影会戦、ね、多分そう、4月に急にボンって入れると思います。<laughs> なぜかというと、桜と撮りたいから。そう、多分4月の、 分かんないあのー、もう曜日もちょっとわかんないです、ちょっとスケジュール見て、はい。えーと、まとめて1000円、買うわ、まとめて1000円、チェキ、えー、悪い人、お楽しみ袋的なクラチェキ、いつ頃出ますか、ゴールデンウィークですか、クラチェキ <laughs>。 いやそうなんですよ、あの皆さんね、青いターンオンラインショップ、秘密の刃ショップがあるんですけども、まあ,あのそうなんですよ、そのまあ多分まだまだなんですけど、まあ、もうちょっとで1年ぐらい経つのかな、立ち上げて、まだだ,まだ,だけどねそう、4月、5月あたりで1年なんですけど、やっぱその、印刷する過程で、なんか、チェキが暗かったりとか、逆に明るすぎたりとか。 なんかこれはちょっと買ってくれた皆さんには出せないなみたいなチェキが結構あるんですよそうだからそういうのをまあなんかわかんない需要があればまとめてなんかお出しできたらいいなというのはあるそう結構そうなんかね顔暗くなっちゃったりするのよねこれもうだいぶ前だいぶ前だいぶあと何かあーそう光でそうもう黒い服なんてもう光で反射しすぎて全然だよねそう とかあるのでそうまあちょっとあのー、落ち着いたらだだ,だだだだだそうかなあと逆にそう印刷しすぎてなんか余っちゃったチェキとかあるそう <laughs> 印刷しすぎてうわ余ったみたいなちゃんと数数えてなかったみたいなことあるそう、うん、こういうのなんかこれ暗いよねそう暗いんだよなそうまあもう暗あえてクラックしてるのもあるんだけど さすがにっていうのもあるん、ね、うんそんな感じですうーんと急にポンボン,ボンあボンかそう急にボンって出すからそう今日でコロナ解除らしいですけどまあ増えますよね絶対にえっ、ー、といきなりボン先着で気づいたら終わってそう <laughs> ちょっと考えます考えますえっ、ー、と需要しかないですありまちかね全然普通に良くないええ そうな,のかな分かんない分かんない葵ちゃんの合格ラインが全然いいじゃんほっちー、まあ、ちょっとまた後で整理しますえー、変顔があれば全力で取りに行くのになんかさ葵ちゃんさ変顔してって言われると変顔ができないんだけどさ変顔ってどうすればいいのかななんかなんかそう変顔してもぶりっ子になるやつしかやったことない。 なんかこういうやつこういうやつうんみたいなそう全然変顔じゃないと言われる余ったいやいや余ってないからいそんなんかいえ余っちゃう余っちゃうあえて暗くして技術者や,や <laughs> えくれるんですかいやあのまとめてまとめていくらとかでボーンって大セールって出そうかなって感じ変顔あったら確かに狙いたいえ変顔って何ちょっとさあおちゃんに変顔やらせてみてよみんなねえ 変顔やらせてみてよみんなえーと大阪と京都タワー黄色世の中に出せない大福さんの変顔とかあるけど <laughs> やばいやんえなんかどうしたらなんかその顔だけで変顔が手使わないと無理なんかこういうこういうこういうやつとかさ <laughs> な,んかなんかこういうやつとかさ手使わないとできないのよなんかないかね えーと、やうた。まあ今日はしゃない。また次を待ってる。ありがとうお兄さんお帰りごめんね。ほんとー。ありがとう。お疲れ。もちもち。もちもち。もちもち。えー、10パック 20K ですかね。10パック ?20K? 高くないんうん、うん、?10 パックあー、なるほどね。あー、でも確かに確かに。確かになーうん。いいいね。いいやつだね。えー、うん 20k? いや、高くないちょ、っと待って、高くない <laughs> オムライス、ありがとう、ストコさん、こんばんは。刃かわいい、ありがとう、お弁当さん。ありがとうございまーす。よし、昨日でウエハースは開き終わったし、そう多分、しばらく、鬼滅の刃は、あー、うん、今んとこは、なんかあれです、落ち着いてますので、きめはら、きめはらで、やだよーって方は、安心してください。 オムライスかわいいありがとう、えー、体剃って後ろから撮ってみよう体剃って後ろから撮ってみようおなるほどね、えー、腰あびたん痛いんだよね <laughs> おばあちゃんあびたんのお顔は手を使っても変顔にはならないあどうしたのせっかいたかさんこんばんはお帰りなさ安心しましたおおお帰りのなくれはいということで、えー ちょっと早いんですけども、えーまあそろそろ終わりにしようと思います。<laughs> えー、ちょっと明日朝が早くてですね。はい。でえーと今日はですねこの後二十三時から二十三時から二十三時からってか二十三時にあのあおいたんの YouTube チャンネルあおいたんのやればゲームズにてえっ、ー、とリトルライトメアツ。 パート4ですすねを投稿しますえっ、ー、と今回はうーん結構青い端的にはいや結構青い端的には怖いんだけどみんなにとって怖いかはちょっとわかんない。あうわ夢に出てきそうみたいな感じのシーンがあってあれなんですけど。 あれでその後コメント入れていただけとうれしいですピコリンちゃんルームですかね多分でももうあの多分1週間しないうちにもう一回決めはらお願いします上原さんあまだね23個あるよええー、鬼滅フィギュア食玩は食玩今んとこない買ってない明日から鬼滅カラオケメドレーでお願いします、えー、炭治郎の歌一緒に歌おうじゃん は終わるえ終わらないえ来たばっかりなのにあちゃあちゃまたあんなぞやだー無理ハルコタンを探せよお楽しみにしてますいつもねそうあのー、この,ーこのー画像にサムネにハルコが隠れてるんでみんな探してくださいまたのーありがとうあおいたんの朝が早いは何時起きなのうーんまあ そうだなあんまり青おいたら何時に起きるかいつも言わないんですけどまあ5時から6時、うん、4時台はたまにあるけど <laughs> てか前寝てない5時6時ぐらいえっ、ー、とさあ「モノハラ」の始まりだモノハラシンクスちゃーんシンクスちゃーん あるよあるあるある今回「キメハラの横ふた」1週間以内にある結構なんかみんなで謎解きしてほしい感じですそう、えー、5時から6時いつ寝てる <laughs> ?3 時から4時い <laughs> はい、えー、という感じです、えー、皆さん えー、なんだか緊急事態宣言も明けますけれどもえー、とりあえずですね、えー、健康に、えー、過ごしましょううんーとコメントを流れちゃった方いたらごめんなさいまたコメントしてください5位もーちゃんありがとう4位はるみんみんありがとう3位かみなりもありがとう2位オムラ <laughs> にーほいほい、ありがとう。え、てー、はくさま、ありがとうございます。右上のハート、白い方、は毎日安心してますので、ぜひ、ピンク色にお願いします。あと、あおいんのツイッターや、えー、インスタグラム、ぜひ、ご覧ください。よろしくお願いします。ピこりんちょ。えー、何で終わろうかな。キャップかキャップで終わるかね。キャップで終わろう。よし、オムライス。 ごめんてーあーうわーみんなに話したかったことあったのに忘れたまた今度は明日話すはいということで以上いいたんことナンバーでしたーみんないい夢見てねおやすみなさーい